かなって思ってた時期もあったし、大体ねプリンセスってなんか読書するんですよ。読書、本読むから、なんか本頑張って読もうって思って、全然好きじゃないけど本読んでた時はありましたけど、まあ慣れてないです、慣れませんでした。17歳です。高校2年生です。流星くん、野球頑張って。呪術廻戦見たことないです。呪術廻戦ってやっと言われるようになった。呪術廻戦難しいね。誕生日は5月8です。今日ずっとクーラーつけっぱなしや、やべえな。昨日カレー作った。年上やと思ったもんね。食べたね。あつひろくん、可愛すぎてそこありがとうございます。あらあら、あらあら、私はいますか。いませんね。じゃあ今日もカレー、今日朝カレー食べた、夜パスタ作ろうかなって思ってます。昼ご飯は食べてない。さっきそういえばここにキノコの里を投げたんだ。キノコの里がなくなった。誰か食べたやろ。え、本当に投げつけたのにない。なぜだ。キノコの里じゃない、キノコの山。いやー間違えた。混ざってない、いいじゃないか。あれ本当にない。あれなんで、誰か食べた。え、あった、後ろにあった。あ、今日もするスクショタイム。いやーみんな、僕キーマウス、僕たちもクラブハウスで遊んでいく。よーし、それじゃあみんな行こう。あ、すっかり忘れるところだった。クラブハウスを呼び出すにはこういうんだ、魔法の合言葉だよ。ミスカムスカミッキーマウス、みんなも一緒にミスカムスカミッキーマウス。懐かしい。今髪の毛伸ばしてます。
423カロリーもあるのこれ。いっぱい食べちゃったお菓子もらったから、自分で普段買わんけん。17歳です。カロリー低いと、あ、お花いっぱいありがとうございます。たぶんタケノコの里のが好きなんやけど、なんかクッキーがさ良くない？なくなった。台湾です。うっそぴょーん。福岡です。だから買ったんじゃない、もらった。夢がちゃんと終わりますように、君と好きな人が。体重は75キロです。ごめんなさい。あのね、なんで75キロって言ったかというとね、友達の友達に麻生かおんって名前を言ったら75キロっぽいって、なんかよくわからない偏見を言われたので、そこから私はちょっと75キロって言ってます。体重測ってないです、本当の体重は。
なんか麻生かんは75キロらしい。ひどいね。わかんない、測ってないんでわからん。本当に75キロの可能性もある。後悔真実もあるから。さえちゃん今日遅かったね。夜飯してほしいです。なんなんです。これできる？できない。あったんです。顔の形かわいい。勢いに変えて上の目目とダイバー、それはなんだ。先が来てはしまいようかな。ファンで変えた？うん。がファンで今日塗ってない。ノーファンデー生活。何の曲流そうかなって思ってます。東京です。止まった TikTok とインスタしかしてないです。YouTube したいんですけどね、もうちょっと知名度が上がってからしますと思います。糸です。趣味ありますか？趣味はギターです。ハンステンも知ったことあります。すいません。
はい、チェリーとか弾けますか？ゆいさんのですか？17歳です。なんか嫌なコメントが結構あるから嫌です。二重幅のマッサージはしてますね。シンガーソングフォありがとうございます。初見さん配信者みたい。初見さんいらっしゃいませ。足のマッサージはやって毎日最近マッサージしてます。なんかわかんない、高校の人が見てるのかな。私高校の人にすごい嫌われてるから。仕方ないです。私がちょっと悪いので知らんけど、悪いことしてないけどなんか嫌われてる。筋トレはしてます。ジムに通ってます。いや違う、嫉妬ではないんですよ 100%。 男の子ですもん。男の子から嫌がらせされるってさ、やばい。いやでも女の子も多分嫌いな人分からん。女の子はなんか顔が分かってないだけかもしれんけど、このジム、ゴールドジムです。いや好きだからとかじゃないですよ。モテないし、なんか集団ですね。何人かで。まあでも、まあどうでもいいって思うようにしてますけど。もう学校やめようかなってすごい思った時もあったし、学校今でもやめようかなって思ってる時あるし、まあでもみんな負けずに頑張ろう。だから好きな人とかも彼氏とかも無縁無縁だから、みんな安心してください。嘘ついてないので。はい、リクっぽく、あ、ナオトくんだ。今日も来てくれた。そうなの、気にしない方が一番、気にしないのが一番なの。アイメイク見せてください。なんかさ、暗くてちょっと分かりにくいかもしれん、分かりにくいしかもしれんっていうか、分かりにくいよね。見える？見えないようにオレンジなんですけど。
見えますか？そう、変な噂めっちゃ立つ。見えましたか？目。カンドル稽古好き。いや、そんなことなくて、あの、暇すぎてイテオンクラス面白い友達に教えてもらったけん、自粛中に見ました。落ちちゃった。パンパスグラスもここに置いてたんだけど、これは木です。コメント読んでもらって真相だって。本当に知らないでしょ。流星くん、スワに似てる。スワってイテオンクラスの。足ケアしないと。足最近ケアできてなかった。てかやばい、ジムめんどくさすぎる。イテオンクラスの人は嘘やん。また落ちちゃった。もういいや。なんでジム行くの？え、体引き締めるために。あー、お疲れ。バイト、ちょい待ちな。ちょい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 。後ろ姿見せてください。カラコンつけてないです。自分の顔好きですか？好きじゃないからマッサージしたりジムしたり行くんですよ。好きだったらもう多分満足しちゃってます。用事があるから次またライブしてくれますか？多分します。ありがとうございました、来てくださって。ジムトレーナー付きっきり？ジムトレーナーの方付きっきりじゃないんですけど、結構なんか隣にいて教えてくれてます。あの、暇な時とかどうみたいな感じで来てくれます。アクネ好きですか？アクネストリウスですか？いや、アクネストリウスのことかな。アクネって他になんかある？なんか水族館とか？です。アクネストリウス。アクネストリウスはパンツ持ってますよ。一着しか持ってないですけど。タイプ。ありがとうございます。フォローしました。ありがとうございます。少
チタイムください神様。スクショタイム何すればいい？何すればいいですか？しかもスペシャルも欲しいです。夜ご飯何する？パスタ作ろうかなって思っとる。 I love you。 白いモフモフになっていいですか？これめっちゃ気持ちいいですよ。気持ちいいのだ。料理できます。料理趣味かな。趣味っつってもそんな簡単なものしか作れないけど、昨日はカレー作りました。レトルトじゃないよ。レトルトやったら作ったって言わんやん。カレー作れるかも。完璧。なんかそういう彼氏が欲しい。そういうこと言ってくれるような彼氏が。あ、そういう人がタイプかもな。いいね連打したら丁寧輪郭になる。え、嘘。ちょっとしてみて誰か。いいね連打できんか。あ、してくれとる誰か。いいね。あ、いいね来とる。いいねしてくれとる。あ、これこのぐらいの量しかこんといてザーってならんとならんみたいやね。ごめんね手疲れるやろ。誰かありがとう。手疲れるよ指。輪郭流れん。手疲れた。ごめんね。え、いいね。もういいよみんな。ごめんね。絶対疲れたやろ。ごめん。いいよ。待って。福岡出身です。まだ押してくれてる？指疲れた。ごめんね。りょうくん自分は買い物で疲れてる。熊本の人ってさカット版のことリバテープって呼ぶ？呼ばんかな。
え、まだしとる？ごめんごめん、誰誰誰？ずっとこうやってしおると痛いでしょ、やめな。試験団、いらっしゃいませ。ダメです、やめません。やめよね、やっぱリバテープ。あ、骨ずっと見てる。頭、頭爆乱で、そうばい、リバテープしか言わんばい。やろ、リバテープって言うよね。やっぱそうですよね。あの友達がリバテープリバテープ言ってて通じんくて。でもね、福岡もカットバンっていうけんさ、あれよ、東京の人はねバンドエイドっていうよ、絆創膏とかね。そう、ほら東京の人はそうなん、東京っていうか分からんけど大体そうらしい。福岡はカットバンとか言う、絆創膏とも言うけど、顔のところはカットバン。え、ね、カットバン言うよね。ほらカットバン派、私カットバン派です。カットバン派やし、カバンからうって言うし、直しとってっていう。え、東京の人直しとってって通じんのよ。このほうき直しとってとか言っても、直すってどういうことって言う。からうもね、からうってどういうことって言うよ。だけんね、なんて言ったっけ、カバン背負うって言わないけんの。カットバン派。福岡、宮城もカットバンないよ。しまっといて、そう直してっていう。え、でも熊本のリバテープは一番びっくりした。俺は顔派。意味やからん、それは意味やからん。え、てかまだ押してくれる。痛いでしょ、指。やめてよ、いいよ、もうやめてよっていうか、嬉しいけどね、手痛くなるよりはいいよ。リバテープなんですよね。はい、だから私熊本って聞いたらみんなにリバテープって言うでしょって言います。784位にしました。やばいよそれは、響いたい、ごめん、もうやめていいよ。バンドエイドもカットバンも商品名だよ。カットバン、あ、そうなんや。バンドエイドのこともカットバンっていうな。リバテープも返すの、そうなんや。え、でも全部カットバンって言うよ、なんでもかんでも。ラーメン食べたいんやけど、どこ行くか、どこ行くか、柔軟行くか、あの用心棒しか知らん。ケアリーブも、ケアリーブって何？ね、指痛いでしょ、ごめん、もうやめていいよ。ありがとう、もうすごい嬉しい、もうありがとうございます。いいねしすぎたい。カットバンって言われてるわけ、分からんけどね、全部カットバンって言う。え、もう出すぎ出すぎ、反映しないよ。何が？自分で整えてます。前で指変えた、指変えた、こうからこうにした。今のは違う、カオンの判断ミス、こうからこうしたみたいな。いやー、見逃した、ごめんなさい。でもこうやきんかな、まだごめんの固まってる、ほんと中指、ごめん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 。これはもう赤前の言い過ぎや。誕生日5月8です。部活お疲れ様です。人間か、人間です。博多近くない。
マジだ。24歳までで結婚したいです。前髪可愛い、ありがとうございます。目が悪くてコメント読めない。かわいい、ありがとうございます。あと7年後何が？カズキ、コンタクト、コンタクトです。 MCT です。これはしたよね、中学生明るけましたね。そうですね、中学校の時よりは明るけたってみんなから言われますね。顔が変わったって言われます。服装も変わったって言われます。面影はないですって言われます。中学校の友達とつながってるアカウントあるんですか？中学校の友達は中学校の時に結構いじめられてたので、いじめというかいじられてたので、友達が 3,4 人しかいないんですけど、その人たちとつながってるアカウントはありますけど、なんかたまにね、中学校で川のことすごい嫌いだった子からなんか追加来たりするんですけど、わかんない感じです。しました、1回しました。でも中学校の友達としましたよ、花火は。じゃあライブ終わろうかな。ありがとうございました。バイバーイ。8時もぜひ動画見てください。バイバーイ。So make a bitch wanna hit snow. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight.